タイムサムジャ A です。今日はですね、常磐線に乗っているってことでね、早速ね、今はね、我孫子駅にね到着するってことで、早速成田線にね乗っていきたいと思いますね。まあ成田線の前にですね、唐揚げそばをね、食べていきたいと思いますね。二番線にはね、早速、おあれこの電車、あれなんか帯がなんかスカイ色になってるぞ。あれこれなんだ、あれ、ええ、ちょっと待って、お前これ兄ちゃんわけじゃないのかよ。一回降りてみたいと思いますけどね。あれなんかスカイロっていうなんかクリームと青の電車って、ほんとじゃねえかよ、なんだこの電車。君は常磐線から転属したのかなと思ったんですけどね。こちらはね、ヘッドマークの通りですね、成田線ね、我孫子から成田間はですね、120周年をね迎えたってことでね、こんな風にね、なんか中途半端っていうか、まあちょっとなんかおかしな色だと思うんですけど、こんなね、ラッピングもね、ラッピングって言ってんかな、なんか昔はですね、こういうね、青とねクリーム色に塗られているスカイローにね塗られているってことでね、そちらをね、ラッピングで貼られているってことでね、そちらの方に、採用したってことなんですよね。わざわざ全体的に緑に塗られるのかなと思ったんですけどね、今日はなんかちょっと違和感ありありのね、スカイローってことでね、そう狙えていいのかなと思いましたね。早速中に入ってみようと思いますけどね、車内はですね、普通のね231系と全く変わりません。まあ中入れば231系で、外入ればこれ21の系じゃねって思えるくらいの、レベルですよね。でこういう風にね、電光掲示板っていうか電光掲示板をね、こういう風にね、120周年をね迎えたってことでね、こういう風に書いてあるわけなんですよね。さあということでね、我孫子駅をね発車したってことでですね、僕がですね今乗ってるその前のね、その運用にはですね、出発式ってなかったんですよね。その出発式はですね、駅のホームにですね、お客さんたちとか、あと駅員さんとか、あと運転手とか車掌さんとかね、結構いて、そこでなんだろう、その皆さんにね、旗振って、そこでもいってらっしゃいっていう風に、やってたわけなんですけどね。僕はね、その時ね、行こうと思ったんですけどね、結局ね、すごい、そういうのね、ソーシャルディスタンスっていうか、ソーシャルディスタンスを保って、すごい密になって、そして感染をしないようにね、僕はね、行くのをやめて、その次の日にね、行くようになりましたね。ってことでね、このね、我孫子支線はですね、このままね、我孫子の次は天皇台砦とかだと思うんですけど、これ実はですね、我孫子から出てですね、東我孫子っていうね、ちょっとなんだろう、その常磐線とは全く違うようなところを通って、こういう風に今坂を登ってですけどね、そうなんだろう、上りだっけな下りだっけな、どっちか分からないですけど、とりあえず品川方面の我孫子はまたいで、そこから東我孫子に到着するっていう風な、東我孫子到着して、そこから東我孫子の時は我孫子支線の駅に着くような、そういう風に感じで、進んでいくというか、そういうふうに、走っていくっていうわけなんですけどね。今年の4月1日をもちまして、成田線我孫子成田駅間は開業120周年を迎えました。 日頃よりご愛顧いただきありがとうございます。これを記念して期間限定で復刻カラーの列車を運行しておりますので、お楽しみください。これからも沿線の皆様と共に末永く愛される成田線を目指してまいります。さあということでね、我孫子駅からね離れてですね、こういうね、街並みはですね、田舎のね未来ね、田舎風景のね駅までやってみましたね。ここはですね、東我孫子駅にね到着したところですね。それから東我孫子、ここからですね、
なんだろう、我孫子線を通ってそこから成田まで向かっていくわけなんですけどね、国会線もほとんどねもう単線なんでね、まあ、なんだろう、並走区間、並走区間っていうか並走区間はもうほとんど単線なんですけど、駅に着いた時にはですね、まあ、あの2面1線っていうのは2面1線、まあ、2面1線もあれば、あの1面にじゃあ、2面2線とあと1面2線の、まあ、ホームがね、まあ、よく見られるような、まあね、あの駅が、まあ、多いわけなんですけどね、この路線はですね、あの成田線って言うんですけどね、まあ、成田線にはですね、まあ、他にもね、まあ、千葉から発車する、まあ、千葉とか四街道とか、まあ、成田通って銚子まで行く、まあ、成田線もあるんですけどね、まあ、こっちもね、こっちも今僕乗ってるその、まあ、電車はですね、まあ、成田線で言うんですけど、これはまああくまで我孫子線って言うんですよね。それで我孫子線って、まあ、我孫子から成田まで結ぶことを我孫子線って言うんですよ。それからまあ、まあ、成田線の本線って言ったらやっぱあれですね、まあ、千葉から通って、まあ、通ってとか、まあ、千葉発車して桜で総武本線で覚えて、そこから清水成田っていう風に行く方が、まあ、成田線って言うんですけどね。あともう一つ、ね、成田線っていうのはですね、まあまあ、大体ね、成田線だったら銚子方面に行く成田線もあるんですけど、もう一個はですね、まあ、皆さんね、まあ、よく、まあ、使えるだろうと思うですね、空港支線っていうのがあるんですよね。まあ、そこはね、まあ、成田から出てですね、なんだろう、銚子方面とね、分かれる、まあ、成田線とね分かれてですね、そこから京成とね、バトルする区間でもあるその空港支線と、まあ、バトルして、そこから確か、アクセス特急とか、まあ、羽田じゃない、成田アクセス線って言ったんかな、アクセス線とね、高架化で、まあ、バトルするっていうのは、そこで、まあ、有名なんですよね。まあ、大体ね、こういうのはね、京成スカイライナーがね、まあ、勝つところがね、まあ、一番多いのかなと思うんですけどね。まあ、大体ね、京成スカイライナーに追い抜いたことってほとんどないんでね、まあ、京成スカイライナーはね、早いもんですかね。まあ、これこそね、成田新幹線っていう、まあ、成田新幹線をね、開業しようと思ったんですけどね、それがね、まあ、ボツになって、そこから京成線のね、まあ、一番早いやつを作ろうっていうわけで、まあ、作ったわけなんですけどね、まあ、成田新幹線のね、まあ、解説はね、また今度ね、解説していきたいと思いますね。今日はですね、我孫子線の動画なんでね、沿線とか駅線とかにもさ、トイレがね結構いたんですけどね、まあ、駅線とかはそんなにいないかなぐらいな感じですけど、まあ、なんだ、まあ、結構多いとするなら沿線が多いんですけどね、まあ、特にね、我孫子線はですね、駅線でね、撮影地はですね、そんなないんですよね。2面1線っていうのは、なんだ、2面2線の駅がないんですよね。まあ、大体、1面2線っていう駅が多いんですけどね。まず、それかね、踏切の近くに行って、そこの沿線で、まあ、撮るっていう風な、そういう手があるんですけどね。まあ、最近ね、ちょっとね、撮り鉄にもね、なんか結構いろいろなね、問題がね、まあ、あるんですけどね。まあ、この後ね、まあ、その問題は何かというとですね、まあ、それは後ほどね、言っていきたいと思いますね。まあ、最近ね、本当にね、撮り鉄のね、マナーもね、守ってない奴らもいるんでね、最近なんかね、本当にね、もう、どっかのね、駅でね、なんか殴り合いとかね、なんかあったんでね。まあね、そういうのはね、まあ、後で解説していきたいと思いますね。で、今ね、確かこの辺は荒木かな、荒木か多分古木だと思うんですけど、まあ、さっき古木使わせたってことは多分荒木だと思いますかね。今もう早々で見えてますね、荒木駅だと思うんですけど、多分荒木駅に今到着するところですかね。それはというわけでね、今カメラ回してるんですけどね、今ねホームに着いたのかなと思っても今停車してるわけなんですけどね、あれこれホームなくね、あれこれもしかしてこれってもしかして緊急停車ですかね。やっぱ、あれですかね。今、先ほどですね、放送が鳴ったんですけどね、これもね、例のね、当日のね、まあ、仕業なんですよね。まあ、何が起こったかっていうとですね、これですね、なんだろう、撮影地で、まあ、撮影地というか、まあ、有名な撮影地で、なんか、不法侵入っていうか、まあ、不法侵入ってあれか、まあ、あれだけど、線路内侵入があったわけなんですよね。そこで線路内侵入で停車したわけなんですよね。まあ大体こういうのはですね、線路内侵入したぐらいで、もう完全にね、もう急停車せざるを得ないんでね、
もう完全にもうこれもう本当に停車しなきゃいけないですよ、マジで。もし万が一ね、線路ね、ど真ん中にいてですね、そこで運転手はね、もうスピードを上げたままだったらね、それはね、もう人身事故にね、つながるんでね、まあ、こういうのはね、本当にね、もう線路に立った時点でもう、本当にもう急停車でもう完全に止まるからね、そこで、安全確認が取れるまでね、発車しないんでね、でもうそろそろね、まあ、今動きましたね、今動き出したってことで、運転がね、まあ、再開されることになりましたね。本当にね、こういうのはね、撮り鉄もね、ちゃんとね、マナー守って撮り鉄してほしいですよね。本当に僕もね、撮り鉄なんですけどね、まあ、僕はね、ちゃんとマナー守ってる方でしょ、マナー守ってるのにもかかわらず、他のね、撮り鉄はね、結構ね、なんだろう、迷惑かけたりするようなことをするから、本当になんだよ、もう撮り鉄のね、民度がね、悪くなるわけなんですよね。まあ、この前のね、西川口駅で、なんか、中学生っていうか、なんだろう、社会人が中学生を殴ったっていう事件があったわけなんですね。これちなみにですね、つい最近なんですよ。本当につい最近で、本当に SNS で結構ね、話題になったわけなんですよね。その中学生はですね、後頭部に頭蓋骨を割って、そこで病院にね送られたわけなんですよね。そこのまあ、殴った社会人はですね、なんとね、逮捕されたんですよね。そこで、なんか自分悪くないぜ程度ぐらいな、それね、まあ、調子乗ってね、逮捕されたわけなんですよね。これね、何を取っていたかっていうと、185系の臨時列車の、なんか、大藤松井号だっけ、足利大藤松井号か。足利大藤松井号を、取ってたわけなんですね。なんか、取ってる最中に、お前、下がれよ、下がれよって、下がれよだっけ、しゃがめよだっけ、まあどっちかわかんないですけど、まあ、僕あんま深く見てないんですけど、まあ、そういうね、なんかトラブルがあったわけなんですよね。下座漫崎をですね、発車しました。ということでね、次はですね、終点の、ね、成田駅にね、到着するわけなんですよね。さっきですね、僕ですね、このサムネ用にね、そこをね、撮影地でね、撮ったんですよね。まあ結構ね、撮り鉄はいた方なんですかね。でもそんなそんなね、荒れはしなかったんですよね。まあ、僕がいる分にはですね、必ずしもね、荒れることないんでね。まあ、そもそも僕ね、まあ、僕がね、撮り鉄のね、撮影地に行ったとしても、そんなね、まあ、荒れたりはしないからね。もう本当にね、もう何度も言いますけど、本当にね、撮り鉄っていうのはね、まあ、電車を撮るようなもんですからね。電車を撮ることを、撮り鉄って言うんですよね。わざわざさ、迷惑をかけるようなことをね、するようなことでは多分ないと思うんでね。まあ、迷惑をかけるようなことをしてもさ、そんな、うまい写真を、ね、まあ、撮ったとしても、まあ、自分が良くても、周りからはね、変な目で見られる。要するに、なんか下手扱いされるんですよね。だからね、本当にね、まあ、自分がうまいんだぜとかね、さ、アピールしてもさ、それはもう、なんだろう、褒められなきゃ意味ないからね。もう本当にね、なんか、撮り鉄もね、まあ、いろいろお騒がせしてると思うんですけどね。今ね、成田優雅をね、下をね、くぐってですね、もうそろそろ成田に着くわけなんですけどね。銚子方面に向かう本線とね、空港支線とね、合流したってことで、もうそろそろね、成田駅に着くわけなんですよね。まあ、成田駅と成田空港駅って、まあ、ちょっと近いぐらいな、まあ、その辺のね、まあ、駅になっているっていうわけなんですよね。さあ、どうかね、成田駅に着いたってことでね、こちらね、もう我孫子よりはですね、こういうね、なんか、103系とか21系とか、いるような、ヘッドマークをね、まあ、しているってことでね。いや、本当にね、これね、まあ、図面はね、まだわかる。全面はわかるけど、こちらね、側面はね、もう完全に21な系の側面に、ほんと間違えるんですよね。今ね、ちょっとドアカットをしているところなんですよね。で、ドアカットして、このドアを閉めて、そしてこのドアだけを開けとこうっていう、お、今、21な系がちょうどやってまいりましたね。見てください、この並びをね。この並びね、本当にね、なんか、側面はウリ2つに見えるっていうね。この後ね、209系もね、来ますんでね。
さあ今日の動画はですね、成田線我孫子支線の120周年記念ってことで、これねスカイロに乗ってきたってことでね、まあ皆さんもね、あの確か5月末ぐらいまでは走るんでね、今発車しましたね。大前乗車とか、まあ大体ね、大前乗車をするときとかは、まあそれね、なんか乗った、まあ、乗った方がいいっていうか、まあ、よく乗る方もいると思うんですけどね、まあそこで我孫子でなんか野遊券食ったりすることもあるんですけどね。ということでね、今日の動画はここまでにしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。